パーティーボコボコ、今度は。ボコボコばっかだね。カルジータを見つける。けど船で行さ、こう。あれは船か。だって船なんて多分めったに乗らないよ。あ、まあそうだけど。どうすんだ、そこから飛び降りるのか。よし。え、なんか強そうなヘリいっぱいある。これ登れるとこあんのかな。まずは偵察だ、偵察。あ、めっちゃスンスンしてる音楽。おーっと、2人目のターゲットを発見。高級そうなヘリもあるぞ。ヘリじゃない、あの船もある。おー、よいしょっと。敵グループを発見。偵察回すわ。うん、敵グループが見える。敵グループを発見。あ、すごい、ドンチャがやってる。敵グループが見える。カルジータを確認した。カルジータ見つけたね。カルジータは殺すな。死んだら情報が聞き出せない。殺すなと。機銃を確認。ダメです。食料ノックダウン。はあ、ボーナスメダルあるね。お、あるな。カルジータが近い。うん、いた。キル確定。捕まえちゃおうかな。はい、こんにちは。手を上げろ、早く動くな。おい、なんだよ、何もしてねえだろ。気をつけろよ、お前の全財産より高いスーツだぞ。血で染まればただのゴミだ。さあって、こんなに人がいるのに悪いね。尋問しちゃおう。ふざけんな、このクソったれ。弁護士を呼べ。弁護士だ。なめてんのか。お前の弁護士にできるのは遺書の準備ぐらいだ。あ、待ってくれ。なあ、話し合おう。いくら欲しいんだ。50万ドルか。そのぐらいなら朝飯前だ。俺の親父知ってるか。ふざけるな。誰が金をよこせと言った。こっちはアメリカ政府に雇われてる。お前の貸した金が目当てじゃない。よく覚えとけ。じゃあ何が欲しいんだよ。リストをよこせ。リゾートに来た客全員のな。知らねえよマジで。いや、わかった。リストは持ってないけど、ゲストの情報は全部サーバーにある。騒がしいやつ。好奇心旺盛というトロフィーが。いや、戻ってこないだろう。あと、カルジータがゲストリストのありかを吐いた。これからサーバーに向かう。最後までしっかりね。ボーマンアウト。 OK。 リストサーバー。カルジータのリゾートとつながっている VIP のリストに入ったサーバーの情報がある。サーバーにハッキングしてリストを手に入れて。ちょっとさ、こっち来て。うん、あの船がさ、すごいな。船じゃないな、これクルーザーだね。豪華なの、うん、これ。ちょっと待って。クルーザーこれ一人一台でも余るぐらい。マジかよ。クルーザーで行こうかな。うんとだ。よー、VIP のリストが公開されたら大騒ぎになるからな。カルテルは世界中のコネを失うことになる。スウェーニョにバレたらカルジータもいよいよピンチだな。そうだな、サンタブランカの手が届かないところに行かないと。火星とかマリアナ海溝の底とか。いる。カルジータなら大丈夫だ。ああいうやつは転んでもただじゃ起きない。姿は消しても、数年後にはリゾートで。上にいる。上と下にいる。神をろくでなしの味方なんだよ。カルジータみたいなやつでもな。
さてと、まずは偵察。勢力同士が交戦中？ドローン展開。あ、電波障害。何も見えない。ドローンがジャミングされてる。なら見えるものをどんどん倒していこう。コンテナ横にいる。邪魔装置あった。あった。あったけど敵が近くにいるんじゃないこれ。いるいる。あ、いた。とっとっとっと。いや、オフっちゃえばこっちのもんだ。あ、待って。スイッチ側に敵がいる。オフ。下いるよな。OK、偵察回そう。おう。はい。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。はい。お、迫撃。おお。全滅じゃ。あ、後ろにもいるの。はいはい。こんなにカルテルが柔らかいとは。あとこっちか。あ、いた。あんな上に。おお。で、サーバーを見つけないといけないんだけど、サーバーはどこ？リストの入ったサーバーだ。あ、あった。待て。あ、敵がうるついてるっぽいけど、どこだ？あ、守るんだ、エリア。守る。先に敵を倒しとけばよかった。てててヘリだ。バカめ。ダウンロードが終わるまで防衛線を張るぞ。はい、ドーン。あれ、はい、どうも。あ、車両来た。いやー、車両で来てくれるとはありがたい。的がでかい。はい。まだあのね、ユニダットのあの、うん、装甲車なら一発じゃ壊れないんだけどね。カルテル普通の車両で来やがるから。ああ、そういう。もう来ないか。うん。あ、来てる。ヘリ来てる。いたいたいた。ん？あれ、うん、関係なさそうなヘリだけで落としちゃおう。いや、あと35秒。車両来た。まとまとドーン。いや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 。あ、あっちにゲートあるんだ。複数のライトパネルがあるぞ。10秒終わるけどな。
ダウンロード完了。もういける。正直そんなリスト見たくもない。ビルダーバーグの名簿かもな。冗談だ。ハッキング。ボーマン、アグアベルでは大丈夫だ。客の信頼を戻すには何年もかかる。あ、ここも終わり。終わり。あ、なんかアクセサリーで新しいメガネがつけよう。ボスのメガネじゃないそれ。絶対そうだよな。で、映像が来るはず。来た。見てみよう。お許しを。私は罪を犯しました。その魂に宿した秘密を告白なさい。お許しを。私は罪を犯しました。恐れられるだけでいいと思っていました。しかしそれは間違いだった。勝利には愛が必要なのです。自分が愛されないのはなぜか。それは他者を愛さなかったからだ。愛されたければ愛しなさい。ありがとうございます。母の日も、そして子供の日にも医療を提供するのがいいだろう。教育もな。人々に全てを与えなさい。彼らは家族だ。聖書にはこう綴られている。人を知りたくばその行いを見よ。スエーニョが人に愛されたくて教育とか医療とかを提供してた。愛されてはあ。子供に慕われてるところのスエーニョの顔が真顔だったけど。ここの地方クリア。残すは1、2、3、まあ、人物がいるところは残り4つ。残り4つか。モコロ、モコロじゃない、オコロ地方をやっちゃうか。難易度2。オコロ、オコロ。ああ、ここ。オコロをファストトラベルできるから行ってみるわ。ロード投げ。オコロ地方。あ、着いた。ちょっとスキルの確認してみ。あ、スキルすげえ溜まってる。難易度2だもんな。え、ポイント33もある。ありすぎじゃない。割り振ろう。地雷増やして、もっと地雷増やして、あ、ドローン。物資不足だな。物資不足だ。まあ、こんなもんでしょうかな。心地味に広いな。まあ、まずは副官が近くにいるから。副官さ、右上に3つ固まってんだけど。右上？本当だ。あの場所でよくね。いや、まあ一番近いところがここにあるから。すぐ後ろ川渡ったらすぐだ。本当や。多分一般人だと思う。近いのにヘリに乗る。いや、ヘリ便利だから。あ、もうハイテクに飢えてるわ。敵多すぎ。え、ここ敵いるの？いっぱいいる。あ、ばらけてる感じ。ああ、あれは一般人であってほしいな。一般人であってほしかったな。何ここは、中継局？一般人じゃね。一般人か。 それっぽい。一般人っぽい。一般人だ。ああ、一般、一般。いや、どうも。武器。カルテルやシカリオについて何か知らないか。これメガネ変えたっす。え、メガネ？ハマキと合わねえ。全然合わねえ。待ってよ。めっちゃメガネ浮いてる。ここの仕切ってる人がエルエミサリオって言うんだけど、多分動画解放されてると思うな。見てみるか。うん、あった。見てみるわ。うん。エルヤヨのことは知ってるわね。ボリビア人としてはカルテル内で最も位が高い男。コカイン生産のトップ。
でも孫のことは知らないでしょ。ゴンサロ・ヤナ、別名エル・エミサリオ、死者ってこと。ヤヨはエミサリオに全てを教え、南米最高の粉の作り方、地元のボリビア人との付き合い方、何よりサンタブランカのボスたちとの接し方。エミサリオはヤヨを敬ってる。認められるためなら何でもするはず。だからエル・エミサリオが格好のターゲットになるってわけ。彼が何より恐れてるのは祖父の顔を潰すこと。オコロのコカイン生産を妨害すればきっと駆けつけてくる。その時に拉致するのよ。ついてれば親愛なるおじいちゃんのことを洗いざらい話してくれるかも。ほう、コカトップがまあエルヤヨっていうじいさんだけど、その孫がここのボスだ。孫か。で、生産の妨害をしてこいつをおびき出して尋問してやるっていうあれだ。そういう気に、ちょっとお前のところにファストトラベル来た。あ、もう情報ゲットしちゃった。ゲットしちゃった。じゃあ武器回収行こう。ちょっと待って、これは副官、副官スコープか。ここ何あるんだ。あと補正ストック、はい、メダル、ハンドガン、拡張マガジン。お、あれ、これは M1911 ってハンドガンってあれじゃないの、あれ、ワールドワー2のやつだっけ。そうだね。いや、それだわ。あ、それかここにボロボロのヘリがあるのは何これ。あ、いや、羽カカカカカってなだいたいわかるけど。さて、武器回収行こう。うん、すぐそこだね。まあ、イタカの最寄りの地域だから、ここもだいたい似たような感じの作りしてる。またヘリあー、オペ、なんだよ、なんで。あ、やべ、ここ地味にやばそうだ。ドンパチしちゃうから。あ、しかもゲートだ、ここ。ドローン準備完了。新手の敵だ。え、もしかしてドンパチしてる貴様。え EMP オープン。あ、違った、これ回復だったゲートに向かって回復発動ね。ゲート開けて。これゲート C4 じゃ開かないのかな。あ、踏んでね。開かない。というか、これ副官が今こっから出ようとしてるから、車乗っかってきたらこれ開くんじゃね。ほう、シン。あ、開いた。ありがとうね、副官が通ってくれた。あ、貫通した。よし、とっとと片付けて回収だ。ケースだ。あった、回収。スコープは不自由ないからいいや。じゃあ次はストーリーミッション行こう。ストーリー、あれも待って、話が聞けなかった。オコロのコカイン工場のアクセ、あれ切れちゃう。オコロのコカイン工場のアクセスコードを見つけて、コードを入手したら中に入って破壊して。助手の尋問。おいつ何時もヘリ乗ってるけど、ヘリどんだけ持ってんの。いや、なんか至る所にヘリあるんだ。落としてやろうか。ああ、当たった
宙船か。いや、仲間割れ。あ、だってあれ車だ。本当だ。よし、後続車をヘリで叩こう。あの車を間違って撃つなよ。撃つなよ。大丈夫。大丈夫。後続車両やった後、前の方。で、難しい。高度下げて。あとはあれをヘリで通せんぼしたらいいんじゃないか。うん。あ、勝手に。はい。あ、降りた、もしかして。ヘリーヘリーてめえこの野郎。これもっと当たれ、もっと当たれ。当たれ当たれ当たれ。降りた降りた降りた。よし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 。運転手を裏切ってるのこれ。はい、はい、賢明だね。尋問。殺さないでくれ。家族がいるんだ。コカイン工場に。車の爆風食らったんだけど。二人いる。まだ小さい。可愛いグスタボにフェリペ。写真がある。見るか。そんな写真見たくもない。必要なのはアクセスコードだ。どうしてだ。あんた子供が嫌いなのか。そんなに帰りたいか。まださっさとコードを教えるんだろう。分かった、教える。コードは654375。嘘じゃない。654375、これ覚えておいた方がいいのかな。654375。お前それ俺のヘリだが。ああ、呼んだのか。あ、これプロペラ怖いな。あ、やばい。壊れた。そう。くっさ、乗り物要請できないし。ファストトラベルするんだな。それだ。できない。前乗り物。あ、待って、ストーリーミッションまだ続いてるよ。うん、嘘。うん。あの工場迎えと。はい。尋問してめっちゃコード上げて。パラシュートでダイナミックエントリーしよう。あー、カルテル車両。あ、武器ある。あ、しかも副艦。相変わらず安全運転ですね。わら、待て待て、副官待て。お前ちょっとその性能差はひどくない？降りろ。いやー、反乱君。待て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 、早い、そのスポーツカー。追いつけん。ちょうどそっちの進行方向に副官が乗ったスポーツカーが逃げてるんだけど。俺今ちょっと工場の屋根に乗っかってて、降りに。ちょっと待って、こっちは今副官追ってる。待て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 。諦めろ副官。止まんねえこいつ。あ、目的地すぎる。ちょっと待って。あ、もう諦めよう。しゃあない。開いたぞ。そっち向かうわ。うん。あ、なんか待って、警報あるぞ。ここどこだ。あった、破壊。よっしょ。くそ、どうなってんだ。武器もあった。侵入成功。まず制御室に行こう。コピー。
わざわざあの副官を追わなくてもここに副官扱いの情報があったな。制御システムを破壊、数ヶ月は使えないはずだ。次はどこだ。大得意なミッションじゃないか。保管用を全て処分して脱出する。あ、ちょっと待て。多分ね、スキルポイント。焼いちゃえってやつね。本題に戻るぞ。焼いちゃえ。ここも敵がばらけてるから楽ちん。建物内を一通り調べるぞ。コカインを見つけたら処分しろ。了解。コカインだ。処分するぞ。焼却処分。フラグだ。くらえ。うん、スナイパー。おお、危ねえ。貨物車。貨物列車。準備できた。保管場所を破壊した。行くぞ。よし。こっちも破壊するわ。うん。爆薬セット完了。あ、これ開けないといけないか。個数、ショートして向こうにある。コカインを見つけた。全部壊した。コカインを発見した。まだあるな。あった。ヒカルさん、こんばんは。発火。コカインを破壊した。行くぞ。相当の量の粉をダメにしたな。怒られるぞ。ここまで追い詰めれば十分だろう。待て。で、光線がまたこっちに敵がいる。お、どっから撃ってきたんだ。スムージーはアルマつけてるところか。情報収集。あ、待って、武器回収してない。ちょっと待って、仕事に早く乗れ。ここまで追い詰めれば十分だろう。武器回収させろ。壊れた。こっちのものだ。え、本当壊すのも得意だ。いや、羽が。武器ケースを見つけた。武器ケース、いいな、こいつは使えそうだ。あれ、ここにヘリあるか。これお前壊したやつか。ボーン。なんでそう簡単に。いや、え、ん？あそこ。よし。あんなん分かんねえな。ヘリ寄せできないじゃん。あと1分。ヘリあった。あった？ああ。あそこか。まあ。まあまあまあ。降りる術あんまなさそうだから。きょう。ふふ。情報一直線でまっしぐら。よし、今だ。シカリオのリーダー。よし、奴を脅かして仲間たちにも話してもらおう。じゃない、今のは殺すしかなかった。反乱軍にエリアの偵察をするよ。よし、完璧完璧。目の前に降りてきた。この場所はいいぞ。こっちの方がいいと思うんだけどな。いや、俺はこの2階のベランダの入り口にスポッと入ったっていうの完璧なコントロール。見つかってたけどね。ここもヘリあるな。ACR 貫通力高いのかな。やたら貫通する。あ、敵を無視して喋ってた。俺も死んだ。マジかよお前。こんなところで2だぞ、ここライド。いや、ちょっと両サイドから挟まれたら